よっちょホビーチャンネルです。よろしくお願いします。結構ね、出てくれます。で、今回ですね、はい、なんとですね、うん、あのまあ今までこうお箸を箸さんで出してたわけです。はい、やっとですね、箸本来のですね働きができる、なんと場所が来ました。おで、まあ健康に心がけようと、うん、いうところでね、いろいろやってるんですけども、うん、猫落とした猫、まあまあね、健康心がけということで、はい、ご飯玄米ご飯って体にいいとか言うじゃないですか。あ、言いますね。だけどこう家で炊くのって結構大変なんですよ。僕家玄米なんですよ、一応、はい、だけどなんかその玄米はやっぱ水にちゃんとつけないといけないし、水の量とかもちょっと違ったりして、ちょっと大変なんですよね、炊くの。ちょっと時間早炊きできなかったりとか、うん、で、それをこう手軽に食べれるものを用意したので、はい、それが、こちらです。金華ローカット玄米ご飯、うん、これ佐藤のご飯みたいな感じので、こうチンして食べれる玄米ご飯なんです。そうそうです、はい。玄米のね、ふっくらもちもち、嬉しい209キロカロリーということで、京栄子のご飯と普通の佐藤のご飯持ってきてますから、はい、ちょっと食べ比べしてみようかなと思います。なるほど。でグラム数ですけど、こっち 150g で、この佐藤のご飯は 200g 入ってます。ちょっとこっちが多いですね。でカロリーが、佐藤のご飯の方が 294kcal、うん、でこっちは 209kcal ということで、そんなに変わんない、うん、普通のお米とほぼ変わんないぐらいのカロリーですよっていうので。そうですね。で、玄米だと白米感が食べる。でちょっと今温めてきたので、ちょっと開けてみます。はい。で、そうなんですよ。で、箸がね、要はこの箸が今日箸として活躍するわけですよ。なるほど。嬉しいね。やっとですよね。で、このローカット、ローカット金で玄米ご飯なんですけど、金が玄米ご飯なんですけど、玄米って結構そのちょっと周りに殻みたいなのがついてて、うん、ちょっと食べたところこうパサつくような、そうそうそう、印象があるんですけど、こっちの場合はそれが取り除かれてるんで、うん、もっちりした白米みたいな食感をね、うん、楽しめるっていう。見た目はね、これがこんな感じ、ちょっと黄色い、黄色いかな。で、佐藤のご飯が、まあまあ真っ白です。真っ白です。本当に、いわゆるご飯ですよって感じですよね。ちょっと食べてみましょうか。はい。じゃ僕の佐藤のご飯から、ちょっといただいてみます。それ普通のご飯やっぱ美味しい。うまいよ、佐藤のご飯。うまい。うん、もちもち。やっぱこれめっちゃ美味しい。で、ちょっとこっちのね、玄米ちょっといただいてみます。もちもちやし、全然その玄米やけど、玄米なんかいやらしさないわ。そんな、あとぬか臭さみたいなのない。あ、うん、なんかこう、あ、食べやすいよ。白米のちょっとこうもっちり、出まつきみたいなのがやっぱもっちり感であるんですけど、うん、こっちはそれがないんですよ。なんかちょっと、どんなイメージか、もっちりしたのチャーハン。あー、そうね、そう、チャーハンの米みたいな感じです。結構美味しいですね、これね。カロリーは普通の白米と変わらんぐらいの、うん、カロリーで、玄米ってやっぱ外側がついてちょっとカロリー高かったりするんですけど、うん、そういうのもない。で、普通のね、白米と変わらないようなカロリーで、うん、結構美味しいんで、健康に心がけて、なおかつ美味しくいただくと、はい、これ本当はおすすめなので、うん、皆さんぜひ一回食べてみてほしいなと思います。はい。金がローカット玄米ご飯ということでね、うん、皆さんもぜひね、お昼ご飯ね、ご里のご飯食べてらっしゃる方はね、うん、ぜひね、これをね食べてみてほしいなと思います。はい。で、お箸もね、今日はね、お箸としては活躍できたということで、もう喜んでますよ、きっと。よかった、やっと俺お箸やったなって、意外と食べにくいこともなかった。あ、そう、本当に。だから、つばついてるけど。いやいや、これ上持っとったら邪魔なんやけど。下やったら、ちょっと下の方持って食べるのが、この、侍箸の、おすすめの使い方なんで、皆さんね、ぜひね、使ってみてほしいと思います。はい。ではですね、今日はこの、ローカットね、玄米ご飯の紹介でした。はい、この辺でありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画気に入ってくださった方は、ぜひグッドボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルは Twitter もやっておりますので、皆さんお気軽にフォローのほどよろしくお願いします。食べてから喋らんかい。よろしくお願いします。